スタート。パパ、うるさ。え、これで作ればいいんですか。うん。15分ぐらいね。あとまた15分。神様持ってこいて。わかった。え、話いいよ。ゆずみちゃん見て、ゆずみちゃん見て。話。あ、待って、これマジでさ、ありがとう。こそ。待って、やめない。やめて、違うのにして、マジで。これうちの好きでしょ。違う。待って、あ、もういいや。これじゃない、これ。まあいいや。マジで神様天使なんか変なことになった。まあいいや。これなんか出てきた。あ、もういいや。これ10分までね、これ。ここ。10時間。してる？10分までまた。なんかすごいな、早い。なんかすごい早い。ゆずいちゃん、言いたいことあるんだけどさ、うん、ちょっとさ、ゆずいちゃん、これ同じにしたいんでしょ。同じにしたいんでしょ。同じじゃないよ、レインボーにしたい。あれ、もう、ここまで暗くていいのに、私もう日本語にするの忘れた。それね、日本語に言ってもね、名前がね、変えれない。めんどくさい。あ、やば。これで何にしようかな。マジでね、え、マジか、あった、何だった、あの子作ろうかな、やった、まあ、よく気にしたから、ジロミ昨日休んでしまってすいまへん。あ、風邪？違う、風邪でもない。やけど。やけど、どこ？やけどした。どこで？ここ。え？何で？湯たんぽ。湯たんぽって、なんだっけ？あれ？
そう。中に水入ってるやつ。お湯な。あ、お湯。それで火傷して病院、あの本当は学校行くはずだったんだけど遅れて行くはずだったんだけど、病院が11時ぐらいにやる、あの11時ぐらいになるから休んだ。そう。普通にあの髪型を見つけないと。もういいや。普通にこれでいいや。10分だよね。あと5分しかないけど。待って。3時。いや、2時。小顔にしたいから、ちょっと乗り過ぎて。今日はちゃんと遊べるけど、その代わり、うん、病院の先生に言われたことが2つぐらいあって、うん、1は走っちゃダメ、2は運動とかしちゃダメ。あ、だから鬼ごっことかダメ。走るか。かくれんぼとか。かくれんぼは大丈夫だけど、うん、歩いて、そして隠れて、それで鬼がもういいかいって言ったら、もう、そう、まだだよ、かくれんぼぐらいならいいんだけど、鬼ごっこはきついかな。あの、もっとひどくなっちゃうから、うん、治るまでは走ったり運動したりしちゃいけませんよって言われてる。捻挫の時さ、病院で行く？行くよ。うち、ん、前行かなかった。だってさ、もう治ったから。3日ぐらいで。やば。3日ぐらいでさ、レンズが治ったと思って。普通にさ。でもよかった、私。あの、軽いやけどだったからよかったんだけど。あのさ。でも、うん、なんか、うん、ただし、水ぶくれって知ってる？何する？あの、なんかちょっと透明のものができて、それ、私、水ぶくれって結構痛いの。水ぶくれの1個前の時だったからよかったの。やけど。ゆずいちゃん、なんかちょっと木が、ちょっと木がさ、長くない？毛。毛って？ここに。あ、そうだよ。剃るのさ、絶対痛いからやめた方がいいよ。なんでかわかるでしょ、生えてる。うん。なんで？ママが外国人だから。外国人の血も混ざってるから。私はちょっとしか入ってない。チューブだ、チューブ、チューブ、あ、ない、ない、あの、あとね、あのね、邪魔。うん、それ邪魔だから押した方がいい。でもつけるとあっち行く。うち今日ね、めっちゃイラついたのよ。待って、これマジでちょっと、あ、うん、あと2分しかねえや。うわ、やば。何やってんねん。これで貼り付けたね。くるだけで1分の私には、今の時はたったに、これはこれね、これね、これ早いだけだよ。揺らしたり、ちょっとして教えてあげる。違う。ちょっと違う。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 ミスった。よし、なんだこれ。
動かん。ここ動かん。いいよ、もう。いいよ。あ、もう10分よ。え、ちょっと。あ、ちょっと待って、このところで。待って。マジで見つかってやる。イズミちゃん、小顔にしんの？ん？小顔にした。できたよ。